どうも、こんにちは、弁当です。硬波基本のまとめということでやっていきたいと思います。まず、光の速さですね。光の速さっていうふうなのは、一定です。一定なんです。で、これは真空中でも伝わるよということを押さえてください。真空中でも伝わります。で、これね、速さって基本 V で示されると思うんですけど、光に関しては C で示してください。ね、小文字 C で光の速さって意味です。で、この C というふうなのは、覚えてください。3.0×10 の8乗メーター毎秒というふうになります。覚えてくださいっていうふうに言ったんですけど、別にテストに出るとかじゃないです。一般常識として覚えておくといいのかなと思います。で、メーター毎秒ですね。1秒あたりこんだけメーター進みますよと。で、しかもこれっていうふうなのは等速直線運動ですね。等速度です。ずーっと一定です。大丈夫ですか？等速度っていうのは V イコール一定っていう感じでしたね。で、実際これ V イコール一定になってるよね。じゃあ次、光の屈折と反射の話です。光の屈折と反射です。で、光のと反射からいきましょうか。反射はこれ実は中学校の時もやったと思うんですがね、こういうふうに光が入ってきます。で、光ってのは波なので水面波です。こういうふうに光が入ってきます。で、こう光が入ってくるんですけど、その方向だけ示した線を引きます。こうやって矢印を引いてね。で、こういう方向だけ引いた矢印のことを斜線っていうんですね。で、この斜線で光の入り方を示しておきます。で、こういうふうに赤い棒でね、今斜線を引いたんですけど、これが跳ね返るんです。で、これも本当は水面波なので、こうやって本当は水面波が出てるんですけど、もうめんどくさいので斜線だけ引きます。まあ、一応書きますね。水面波と。水面波と。あと、この一つ一つのことは波面と言いますね。まあ、波の面だからね。一つ一つのことは波面って言うんですけど、まあいいです。とにかく斜線を引いてます。そうすると、いいかな。この点点点の線を基準にしてください。この点点点の線を基準にする。これがポイントなんですよ。点点点を基準にして、はい、ここをシーター1、ここの角度をシーター2とすると、シーター1イコールシーター2ですよと。これを、反射の法則と言います。反射の法則。入射角と反射角が一緒だよってやつですね。入射角と反射角が一緒だよと。こっち入射角、入射角、で、こっち反射角と。で、入射角と反射角が同じですよというふうに言ってるんですね。で、ここでもう一回注意なんですけど、あくまでもこれ、斜線っていうのは波そのものではないです。波の方向だけ示した、波の方向とね、まあ、角度です、要するに。波の角度だけ、示したものを斜線というふうに言うので、これ自体が光だとは思わないでください。なんですけど、実際のところね、斜線のようにレーザーっていうのもね、レーザービームをピッてこう打ち込むと、この斜線みたいなのが観測されるので、まあ、斜線でもあり、レーザービームの模式図と思っていただいてもいいです。はい。で、次ですね、屈折です。屈折の場合は、ちょっとこれかぶって申し訳ないんですけど、こちらをじゃあ真空としましょうか。こちらを真空。で、こちら水の中としましょうか。で、そうすると水の方がこの点点点の線に光が近づくっていう性質があるんですね。なのでちょっと近づきます。で、近づくっていうことはこの境界線でクッと曲がるでしょ。で、これを屈折って言うんですよ。で、さっきも言ったようにこの点点点を基準にして角度を見ていくので、じゃあここを、シーター3にしようかな。ここの角度ね、点点点とこの線の角度、これをシーター3としましょう。そうするとね、これね、サインシータを取るんですよ。ちょっと一旦公式を書きます。サインシーター1、シーター1の、要するに入射角の、サイン、割る屈折角のサイン、イコール、光入ってきてるでしょう。この入ってくる光の速さを、じゃあ、仮にじゃあ V としますね。V1 としますね。で、こちら側に抜けていく光の速さを V2 とします。で、これ、さっき、一定じゃないの？っていうふうに言ったんですけど、これに関しては媒質によるんです。だから、これ真空中です。媒質が違えば、速度も多少変わります。速度も変わると。大丈夫ですか？なので水の方がこれね、ちょっとギュギュギュってこう縮まるんで、速度って遅くなるんですよ。という関係で V1 対 V2 というふうになります。ちょっとこれ3と2でややこしいんですけど、こちらがサインシーター1、サインシーター3、これ下の話ね。で、こっち上の話。で、これ上の話、これ下の話と。で、そうするとね、これ実はラムダ1、ラムダ2と。ここの一波長をラムダ1、ここの一波長をラムダ2としますと、まあ、波長のことね、こういうふうな比率になります。要するに速度のところに波長を代入しても式が成り立ちますよってことです。で、これは何でかというと、例えばね、この辺で、振動させたとします。わかりやすいんで 50Hz、 50Hz 振動させたとすると、ここでもちょっと遅れますけど50回振動しますよね、1秒間に。例えばここで50回振動させると、波っていうのは1秒間で50個出てくるわけですよ。当たり前ですけどね。じゃあ、それっていうのはここにも遅れて到着するので、ここも50回振動するでしょ、この点も。そうするとここからこう伝わって、ね、光がもう一回、光っていうかこの辺でもう一回50回振動するんですよ。なので、もう一回50になるはずですね。すなわち何が言いたいかというと、仮にここを FHz としても、ここに伝わる波っていうのは FHz ですね。なので、振動数って変わらないんですよ。だから V イコール F ラムダっていうところのこれですね。これ分母分子 F を F で割ってやると V1 割る F、V2 割る F っていうふうになりますよね。で、この、イコール関係は成立します。だって、これの分母分子に、F 分の1を掛け算しただけですから。そうすると、それぞれがラムダ2、ラムダ1とこうなるんです。
大丈夫でしょうか。で、この比率のことを1から3に行くときの屈折率っていうんですね。まあ、1から2ですか。まあ、ここ媒質1、ここ媒質2として、まあ、真空を1、水を2で示しましょうか。そうすると N12 と示すんですよ。ね、1から2に入るときのこれ屈折率って言います。屈折率と。で、この中でも1番と2番を比べてるので、これ相対屈折率っていうんですね。大丈夫でしょうか。で、ここね、めちゃくちゃ暗記する人がいるんですけど、そこまでね、暗記をする必要はなくて、というのは、ちょっと切れちゃいましたけど、こういう風に光入ってくるとするじゃん、まず。真空中はこの点々から離れるので、特に問題ないんですけど、で、まあ、速度は V1 で、波長はラムダ1。で、ここの角度は θ1 としましょうか。で、一応絶対屈折、さっき相対屈折率ってやったけどさ、絶対屈折率っていうのもあってさ、で、絶対屈折率って何かというと、これ、ネバネバ度合いだと思っていただければいいです。ネバネバ。度合いと、まあ、N で始まってるんでネバネバ度合いって勝手に呼んでるんですけど、これ要するに通りにくさです。光がここの道通りにくいなーって思えばこの N は大きいんですよ。で、光は真空中で一番速度速いんでここ通りやすいんですね。要するに N1 ってこれ1が最小なんですけど、1が最小なんですけど、こういう条件下で、まあ、要するに最小値の1ですね。最小値の時、速度は最大ということになります。だってそれはそうですよね。通りにくさが最初の時っていうのはこれ通りやすいと、通りやすいってことですね。なんで速度はマックスと。はい。まあ、速度っていうか速さはマックスと。で、曲がるとね、通りにくい空間、すなわち水では、この方線、点線にこう近づってしまうので、まあ、V2、ラムダ2、θ2 というふうにしてやって、で、絶対屈折率を N2 としましょうか。ね。で、そうすると、こっちもネバネバ度合いがあるんですけど、ネバネバ度合いはこっちが小で、こっちが大ですよね。大丈夫でしょうか。で、速度見ましょうか。速度に関してはこちらが速度大きくてこちらが速度ちっちゃいです。で、角度もそうだね。角度もこっちが大きくてこっちも小さいと。で、もうちょっと波長ぐじゃぐじゃするんで書きませんけど、第1章ですね。で、しかもサインシータってどこの部分のことを言ってるかっていうと、これ単円書けばいいんですよ。ね、仮に単円を書いてやると、サインシータってどこの値かっていうと、ね、サインシータで大丈夫ですか？サインシータっていうのはこういう斜めの長さがあるときに、この対辺の長さを求めるときに斜辺かけサインをすれば対辺が求まりますよって、そういう風に使うんですよ。サインって対辺だよって。だからここの対辺が今サインですよと言ってるわけです。で、そうするとね、今単位円考えてるんで、これ半径を仮に1としましょう。まあこれ単位もないクソもない、まあ1メートルとかって思ってもらったらいいよ。1メートルと思う。そうするとここがサインシータ1ってなるよね。で、逆にまあここ座標に落とし込むと、この波線部分がサインシータ1のわけだ。え、そうすると、こちらでもそうですね。こちら側も、ここがサインシータ2になってるのわかる。サインシータ2。対辺だからね。で、そうすると、ここがサインシータ2ですね。大丈夫でしょうか。そうしますと、なんとなしに、これサインシータ1が大きくて、サインシータ2が小さいってことがわかりますね。で、しかも、この比率ってさ、なんかきっとですけど、V1 と V2、ね、まあ、速度の比率と、このサインシータ1、サインシータ2の比率ってなんか似てるでしょ。というので、ちょっとこれ、まあ、経験則で分かったと思ってほしいんですけど、なので、細かい証明は省きますが、まあ、イメージとしてはこんな感じです。なので、ちょっと書き直して、さっきサインシータ3やったけど、改めて公式を紹介します。サインシータ1、サインシータ2っていう、この比率は、速度の比率と同じ。まあ、大小、大小、大小ってなるわけよ。だからこれ、屈折率っていうのは、絶対これ1以上になるはずね。1より大きくなるはずね。で、もう一丁、イコールでね、結びますと、これってのは大小、上が大で、下が小っていう風になってるはずなんで、上が大、すなわち N2、下が小、N1 ってなるわけよ。だからこれ見てください。基本的には上側にね、1、1、1が並んでるでしょ。で、下側に2、2、2が並んでるでしょ。なんだけど、絶対屈折率の比率だけは上側に2が来るんです。要するに1と2があべこべになるんですよ。で、これはなんでかっていうと、大小、大小の比率でやるんで、しかも絶対屈折率ってのは通りにくさでしょ。なので、こういう状態が起きるんですよね。そういうことなんです。大丈夫でしょうか。で、この屈折率についてちょっとお話をしておかないといけないんですけど、一応これ、覚えておいてください。真空中の光の速さ、これ何でしたっけ？これ C でしたね。C メーター毎秒とする。ここで、絶対屈折率、ね、ネバネバ度合いです。ネバネバ度合いが、N の媒質というのは光の通り道を用意する。はい、例えば、こういうふうに光を投射するんですけど、こういう媒質を用意します。はい、そうすると、何もないところでは、こことか何もないんで、これ、光が通ってるって思ってください。そうすると C メーター毎秒なんですね。なんですけど、じゃあここどうか。ここでの速度はどうなるのっていう話なんです。で、これを、しっかり解けるようにしておいてください。で、これは非常に簡単で、結局さ、この屈折率とか絶対屈折率って呼ばれるものは、ネバネバ度合いであり、ネバネバさであり、速度、まあ速さの比率だったんですね。だから掛け算とか割り算をすれば、実はこれネバネバさね、速さの比率が出てきます。ということで、で、しかもさっき、
最小値が1、ね、N の最小値は1で、これ真空の時ですよね。真空の時っていうのが一番通りやすいので、真空中で、N イコール1だったんです。あ、ごめんなさい、これ真空中って書いてます。チラチラって見てますけどね、真空中。はい。で、そうすると、まあ、そんなね、100とか200とかにはなんないです。絶対屈折率っていうのは。なんで、まあ、大体なんか 1.5 ぐらいっていう風に目星つけてよ。だいたい光通ってるんだからさ、そんなネバネバしすぎてもないわけね。っていうのは 1.5 ぐらいだと思ってくださいよ。そうすると、これっていう風なのは、ちょっと速度減るはずなんです。だから、C 割る N って。これが今回の速さになるんです、ね。この中の速さになります。これを覚えておきましょうね。で、高炉差っていう話をしたいんですけど、高炉差っていうふうなのは、真空中で置き換えた時の距離の差というふうに言います。で、真空中で置き換えた時の距離の差じゃなくて、単に距離の場合は、光学距離と言います。光学距離っていうふうに言うんですね。で、これを覚えておいてほしくて、じゃあ例えばね、ここからここまでを L としましょうか、長さをね。で、ここの長さをじゃあ A とします。で、屈折率ね、屈折率、絶対屈折率を N としましょう。で、真空中の速度を C としようかな。そうすると、ここでの高炉差について調べなさいとね。で、まず結論から言いますと、真空な部分と真空じゃない部分で分けないといけないんです。だから、真空な部分ってさ、これ、L からこの A を引いた部分じゃんね。すなわち、L-A の部分がこれ真空なんですよ。だから、これはこれで、距離に加算されます。なんですけど、今、この中ね、この中っていうのは、まあ、さっきやったけどさ、これ、絶対屈折率って、速さの比率であり、距離の比率でもあるんですよ。だって、波長が、ネバネバさんね、あるんだから、距離の比率でもあると。ということで、今、ここの、今、これ分けました。真空である部分と、真空じゃない部分で分けました。で、そうすると、真空じゃない部分っていう風なのは、ちょっと長く感じるんですよ。長く感じる。光にとっては長く感じちゃうの。っていうのは、ここ、ゆっくりでしょ。ゆっくり行くから、A メートルじゃなくて 1.5 倍ぐらい長いなって思っちゃうわけだから、 NA と掛け算してください。ということで、光学距離の求め方なんですけど、まあ、絶対ですね、絶対屈折率かける距離っていう風になります。ただこれも別に覚える必要ないです。単純にこの感覚としてね、絶対屈折率っていうのが速さの比率とか距離の比率を示す、ネバネバさ、通りにくさを示すんだと。この辺が結びついておけば、通りにくいんだから長く感じるに決まってますよね。だから一言で言えば、光炉差っていうのは光の気持ちになれなんですよ。光の気持ちに、あ、入ってないね。光の気持ちになれなんですよね。というのが光炉差の、根本になります。大丈夫ですかね。はい。で、もうちょっと本質的なところを言うと、置き換えてるんです。で、何を置き換えてるかっていうと、波長を置き換えたっていうふうに考えると非常にわかりやすくて、というのはね、まあ、軽く書きます。ちょっと書き直そう。これをじゃあ媒質の中身っていうふうに考えようか。そうするとね、この真空中では結構波長長いんですよ。ビロビロビロってなってるわけですよ。だって真空中って、ラムダ大だったもんね。で、媒質の中ではラムダ小というふうになるわけです。そうすると、今これ4つ分入ってる、まあ、こことここ大体同じぐらいだけど、5つぐらいだったって。縮まってますよね。で、ここは1個分みたいな。縮まってるんですよ。ね、でそうすると、じゃあ仮にこの N が今、まあ、5分の4に縮まってるってことなんで、まあ、絶対屈折率ね、ネバネバ度合いで言うと、まあ1より大きいはずやから、4分の5ってなったとしましょう、今回。でそうすると、ここ4個分、ここ5個分、ここ1個分と。ようになってます。なんですけど、光炉差っていうのは光の気持ちになると同時に、本質的に言えば真空中で置き換えた時の距離の話なんです。だから波長なんですね。いいかい。そうすると、ここをビロビロビロって真空中の波長に置き換えたらどうなる？そうすると、これ一個一個が4分の5倍。一個一個が4分の5倍になるでしょ。そうすると、波長も4分の5倍、4分の5倍、4分の5倍っていうふうになりますから、ここの距離 A の部分が小味4分の5倍されるんです。A が4分の5倍。されるんです。というのは何でかっていうと、一個一個の波長が4分の5倍されるから、ビロビロビロって伸びるから。だから、光炉差ね、光の気持ちになった時っていうのは厳密に、この公式が成立するんです。大丈夫ですかね。ということで、ここまで押さえてください。じゃあ、レンズの話に行きましょうか。で、レンズの話なんですけど、まず、必要なアイテムが3つあって、これ、ろうそくです。物体です。中学の実験とかやったら、ろうそくとかをね、使ったかもしれん。で、ここにレンズを置きます。とりあえずは、凸レンズ。よいしょ。凸レンズで考えましょう。で、まあ、この辺にスクリーンがあると思ってください。で、スクリーンってのはこう動かすものです。スクリーンってのは動かすものなんで、一旦は書かずにいきます。本当はあるんだよ。この3つのアイテムを考えます。でね、この物体はいろんなところに光が拡散します。この頂点の光を考えると、いろんなところに光が分散していくんですよ。だからどこから見ても、この A さんから見ても、B さんから見ても、C さんから見ても、この物体ってのは認識できますよね。
それは何でかっていうと、物体はいろんな方向、四方八方に光を飛ばしてるからなんです。なんですけど、このレンズの問題を解くにあたって、全部の光描いてたらややこしいですね。そうするとこの辺がもう赤だらけになっちゃって、もう何描いてるか分かんなくなるわけですよ。だから3つぐらいに絞るといいよ。この光の、種類というか、この光の斜線の数を3つぐらいに絞るといいよ。そうすると、大体これ、この辺に焦点があるんですよ。焦点があるんですよ。F ダッシュ、F と。これフォーカスですね。焦点です。はい、焦点があるんですよ。ちょっとフォーカスポイントかもしれないんですけど、ちょっと英語が 苦手なんでごめんなさい。まずね、直進するものを考えて、で、直進したやつは、このなんか焦点が穴みたいなイメージで思ってくれたらいいんですけど、穴みたいな感じで思ってくれたらいいんですけど、ここに貫くんですよ。この穴に貫くように入ってきます。これは一つ目。次に、この真ん中に行くやつ考えよう。真ん中に行くやつ。で、真ん中に行くやつっていうのは、これ細かい話なんだけどさ、ここの傾き度合いと、ここの傾き度合いが同じなので、直進します。こうやって、これスクリーン消しますね。で、そして今度は、ちょ、あえて青で描きますけど、焦点を通る、先にね。先に焦点を通って、レンズまで来たと思ったら、直進しますよって。ちょっと恣意的ですけど、本当はこことここ平行ですからね。はい、こういうふうに考えます。そうすると、この辺で1点に結ばれるんですね。1点で、結ばれる。はい、そうすると、ここ、もしよ、ここにスクリーンを置いたら、1点の光がなんか3点ぐらいにぼやけるでしょ。そうすると、なんか僕らで言うと、この乱視とか、目悪い人みたいな。目悪い人って、月がなんか22メーターで32メーターでするわけじゃないですか。あれってのは、スクリーンがうまいこと合ってないんで。ね。1点の光っていうのが3個にも4個にも見えるんで、僕らってのはね、なんか余計でっかくぼやっていうふうに見えて、よく見えないんですよ。モザイクっていうのもそうですね。こういうちっちゃい光が拡散して、なんかこんな感じになるから、分かれるんで、よく見えないんですよ。なので、今こうやってね、ちょっとずれてるでしょ、このスクリーンが。そうすると、もううまいこと見えないんですよ。ぼやけるんですね。じゃあ、ここはっていうと、ここもぼやけてますよね。ぼやけないポイントというのはここだけなんです。結ばれてる点なんです。で、この結ばれてる点にスクリーンを置けば、ぼやけませんよというところが言えるんですね。大丈夫でしょうか。はい。で、この焦点についてしっかり押さえておいてほしいんですけど、その前に、この物体とレンズの間の距離を A、レンズとスクリーンの間を B と示されがちなんで覚えておきましょう。で、基準はだから、この凸レンズを X 軸でいうところの原点みたいな感じで見てます。で、この焦点ですね。焦点までの距離を F と置くことが多いです。まあ、そうすると、焦点っていうのは、お互いにね、左右対称なので、こっちも F で、こっちも F になります。 で、そうすると、一応これ公式がありまして、レンズの公式って言ってね、A 分の1足す B 分の1っていうふうに、ここの距離とここの距離の逆数をそれぞれ足したら、焦点距離の逆数に等しいですよって、こういう公式があります。これを覚えておいてほしいんですね。で、なんですけど、難しいですよね。一応覚えておいてほしいんですよ。共通テストで出るんで、こういうのは。覚えておいてほしいんですけど、一応、これ、相似、三角形の相似から導けるので、その導き方も込みで覚えておくといいと思います。まあ、ただ、導き方そのものをプロセスとして覚えようとすると、ちょっとくちゃくちゃになっちゃうと思うので、一旦は発想を覚えるっていうことにしてください。これ物体、これレンズ、これレンズ。で、そうすると、ピーってきて、この辺か。で、真ん中突っ切るやつ。あ、うまく書けましたね。はい。そうすると、ここの距離が A、ここの距離が B、で、ここの距離が F でしたね。そうしますと、まあ、別、そんな難しいことないんですけど、例えばで言うとさ、この辺。僕もちょっと覚えてないんで、今考えながらやってます。例えばね、ここの距離、ここの縦の長さって、なんぼかわかりますか？ここの縦の長さっていうのは、もちろんこれ B-F ですね。というのは B で、ここは F なんで。で、一方こちらは F ですよね。はい、大丈夫でしょうか。で、この高さですよね。この縦の高さに関しては特に出てないので、一旦ほっときましょう。で、そしたら今度は、例えばこの辺は、ここと、ここは相似ですよね。てか、まあ、平行線だらけなんで、平行線だったら錯角と同位角が使えます。平行線だったら錯角同位角。てか、錯角同位角って平行線なかったら使えないからね。だから数学の問題とか解くときも、平行線ない限り、これは頭の中浮かんじゃダメですよ。補助線とか引かないといけないんで。補助線引いたら使えますけどね。そうすると、こことここがまあ相似なんですけど、この場合ってのは、ここが A で、ここが B ですね。はい。で、こっからはね、方針だけ示しますが、ここが A とすると、ここの比率って B ですよね。なんでかっていうと相似なんで。で、そうすると、ここも B なんですよ。ここから示してください。比率 A と F、比率 B と B-F と。そうすると、こういう関係が出てきますね。はい。これで頑張ります。はい。じゃあ、次は、さっきはね、物体が焦点よりも左にあって、凸レンズ、焦点、スクリーンって感じでした。今度は逆に、焦点、物体っていうふうに来てます。はい。そうすると問題が生じます。
どんな問題が生じるかっていうと、こういうふうに線引くでしょ。で、線の引き方3つありました。直進してから焦点を突っ切る。で、今度ここを突っ切るってやるんですけど、どう考えても、ここの傾きをどん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 開いていく。ここの距離が小なのに、ここの距離が中になって、ここの距離は大になるから、今度特大でメガみたいな感じになりますね。そうすると一生交わんないです。なんで一生ぼやけ続けます。ここもぼやける、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 ぼやける。全部ぼやける。そうするとこれ、スクリーンを結構ないですね。しかも3本目ってさ、覚えてます？焦点にこうやって打ち込んでましたね。そうすると焦点こっちなんで、あれバックするのって。これで書きます。バックするのってなりますよね。これはおかしいと。ということで、どうするかというと、これ逆に持っていきます。そうすると、大、中、小、ミニでなっていくんで、ここを持っていくと、その字どっかで結ばれるんですよ。この辺でね。結ばれる。で、これを虚像っていうふうに言いましたね。そうすると、ちょっとでかく見えるんです。僕、観測者はこっちから物事を見るんですよ。これって、ルーペと同じですね。観測者、なんかレンズがあって、物体があるんだけれども、これが現実です。現実の物体。なんですけど、虚像が見えてる、この人にとっては。これって、ね、観測者、レンズ、現実なんだけれども、これは見えずにこれが見えるっていう関係は、ルーペと一緒ですね。だから、ルーペの仕組みっていうのが、この虚像に関係してるんです。で、これが虚像ですね。大丈夫でしょうか。で、お次です。お次はですね、O レンズってやつです。O レンズです。で、O レンズに関しては、こうやって軸があって、物体があって、で、焦点はこの真ん中でいいです。こんな感じになります。で、そうすると、今度もね、ややこしいんですよ。曲がり方が違うんで、さっきまで、例えばね、さっきまでこうやって直進したやつは、焦点に行ってたわけなんですよ。なんですけど、これ、屈折の仕方変わるんで、こう行くものが、こう行くようにある。こう行くようにある。で、この真ん中を通るやつは、そのまま真ん中を通ります。で、じゃあ、例えば、この辺通るやつを仮に考えます。まあ、この3番目は本来書かなくてよくて、で、むしろ、ここを通るやつっていうふうに考えようとしても、こうはならないからね。こうはならないんで、おかしなことになるんで、3番目も引かない。となると、まあ、この辺に引くと、やっぱこういうふうになるんですよね。そこにも交わり1個ないよってことになって逆走しますね。小中大と行くんで、これ逆走するしかないですよね。そうするとこの辺に虚像が見えます。この辺に虚像が見えるんですね。で、だからこっちから見るんですよ。観測者、レンズで、これが現実の物体なんだけれども、実際はこう見えてると。で、これってよく見る現象ですよね。メガネかけてる人が目がすごいちっちゃく見えるって、こういう現象ですよね。目がすごいちっちゃく見える。それってのは、僕らがこの人の目をレンズ越しに見てるんで、虚像が見えてるんですよ。なので現実よりも小さく見えるんですね。現実よりも手前に見えていて、そうすると大きさ的になんかちっちゃく見えるじゃん。で、それってのはこの O レンズのせいなんです。で、一応レンズの公式なんですけど、同出しませんが、凸レンズの式と同じなんで、これを鵜呑みにしておくといいと思います。大丈夫でしょうか。で、これが O レンズってやつですね。で、ここまで来たら、凸レンズと O レンズの屈折の仕組みについてちょっと解説しておかないといけないなというふうに思うので、解説しておきますと、軽くね、これってさ、なんか、こういきますって言ったけど、ほんまですかってね、思うじゃないですか。なんで、仕組み。こういうふうになったとして、まず、こうするとさ、この接線方向と対象にこう点線ができます。そうするとこれ見たことありますね、どっかで。単純な、この、こうなった平行か。入射角、屈折角ですよ。そうするとこれシータ1として、で、しかもね、この中の方がネバネバしてるんで、シータってちっちゃくなるよね。なんで、ちょっと近づくんですよ、こうやって。ちょっと近づきました。で、そうするとここにぶち当たります。で、ぶち当たったら今度、ここが接線になって、今度はこういう感じになりますね。で、シータ2としましょうか。そうするとシーター2でやっぱ吐けていきますよね。より外にって感じで、今度はシーター2の方がちっちゃくて、今度はシーター3の方が大きいって、こういう関係になりますから、こう抜けていくわけよ。だからこれも屈折の法則で言えるんですね。屈折の法則で導けるんですよ。大丈夫ですかね。で、O レンズってこれ逆になるでしょ。ここの赤い線と青い線のこの接線がさ、逆になるでしょ。こういうふうに光を貫こうとすると、こういう接線になるんで、まずこういって、で、しかも今度はこういう接線になるんで、さらにこっち行ってっていう感じになりますね。というのが仕組みです。大丈夫でしょうか。じゃあ、次ですね。